ニハオヨーコアン。まあ今日の話題なんですけどもね、まあね、先ほどご覧いただいた動画はですね、四川省のダンバーイエンサイホーっていうところで起きたまあ、ダムの決壊なんですよね。ダンバーって何だ、タンバでいいのかな、ダンバーって日本語で。このイエンサイがね、ちょっともう日本語でなんていうのかもう一切想像がつかないんですよね。こういうね、日本語でなんて言っていいかわかんない感じってね、僕嫌いなんですけどね。そこでね、起きた、まあ、ダムの決壊で、まあ、村ごと流されたと、そういった内容の、まあ、動画ですね。で、まあ、これね、なんでダム決壊するかというと、まあ、欠陥工事の、まあ、手抜き工事なんですね。で、その手抜き工事がね、他のところでなされてないかという話なんですよね。で、まあ、最近ね、最近というかね、ここ数年ね、ずっとね、噂に上がってるのが、三峡ダム、世界最大の水力発電、まあね、中華人民共和国自慢の三峡ダムですよ。観光地にもなってるね、世界最大、ということでずっと自慢してるんですけどね、それがね、ひょっとしたら決壊するかもしれないっていう噂が、まあ、ずっと流れてたんですけども、ここ3日ぐらい、ここ1週間ぐらいでね、があって、ものすごく、たくさんの情報が流れてるんですよね。中国国内のね、ツイッター、ウェイボーにもね、ものすごく大量の情報流れてて、とある、まあ、名前ちょっと見つかんないですけど、まあ、学者の人がね、もし、その三峡ダムがね、決壊したらね、どのような悪影響が出るかという、論文を発表しててね、ウェイボーでね、ガーッて広まってたんですよ。もう多分何百万人とか見てたと思うんですけども、それでね、今消されてるんですけどもね、それだけまあ広まったっていうことですよね。この論文ってね、決壊するとは書いてなかったと思うんですよね。決壊したらどうなるかっていう話だったと思うんですよ。決壊もししたらですよ、はい。でだから決壊するとは書いてないので、別に何も悪いことしてないと思うんですけど、まあ、なぜかね、今消されてます、ね。まあ何らかの形でね、どっかで、ちょっとまあ探せばね、中国国内でもね、見れるんですけども、今そういった状態に、なっております。でこの三峡ダムね、今現状でね、Google Earth の方から見たら、どうやら、歪んでるみたいな話になってるんですよね。なんかまあ最初できた時はね、20何年前はね、まっすぐだったと思うんですけども、だんだん多分水圧かなんかでこう歪んできて、まあ多分ね、ダムのこの端っこと端っこにね、なんかバキと半間裕次郎が立ててこう睨み合いしてると、こう間のところがちょっと歪んでくるのかなっていう、そんな気もするんですけども、まあそんな感じの、まあ そんなにひどくないねそんなにひどくない歪み具合でした。まあ、ダムとしてはちょっと、歪んでるかなっていう感じですね。それでですね、まあ、これが決壊したら、まずね、まあ、決壊した時点でそのダムの位置でね、時速100キロで水がバーって、出ていくと、で大体ね、まあ、その三峡ダムから、まあ、距離にしたら20キロぐらいかな、大体したところにイーチャンっていう、イーチャンもこれ字わかんねえな日本語でなんていうかちょっとわかんない感じなんですけども、このイーチャンっていう町があって、まあ、そこにね、到達する頃には水の勢いが、まあ、速度がね、時速、65キロぐらいになってて、大体、まあ、ダムが決壊してから、4、5時間で、水位海抜ね、64から71メートルになるだろう。で実際このイーチャン の地面からね、20メートルぐらいの高さまで水が行くだろうっていう、話になってる。これ予測ですね、なんですけども、まあ、20メートルの洪水ってすごいですよ。20メートルの津波が来てもらったと思えばちょっと分かりやすいと思うんですけども、まあ、山なんでね、それなりにね、水は溜まるんですよね。それですね、20メートル、まあ、大体、ウルトラマンで言うと、ウルトラマンが流されるレベルですよ。ウルトラマンの身長が40メートルぐらいなんで、20メートル、大体ウルトラマンの腰ぐらいまで来て、まあ、それで、時速65キロの速度、まあ、まあ普通に考えたらウルトラマンでも全然、流されるレベルの、
水がこのイーチャンっていう町には来るっていうことですね。まあ、決壊したらその普段の水の量の37倍が一気にドーっていくと、そういった話ですね。はい、続いてですね、武漢とかね、南京とかもその長江の下流にあるんですよ。長江流域にあるんですけども、これら、南京ぐらいまでもう洪水になるだろうと、もう何メートルレベルの洪水になるだろうっていう、話になってるんですよね。で、皆さん多分ね、南京とか行かれた方は分かると思うんですけども、南京って結構ほら、街のど真ん中長江走ってるじゃないですか。しかもなんか街に対するこの長江の面積がね、多分ねこれ日本の人ちょっと想像つかないと思うんですけども、向こう岸なんとか見えるかなぐらいの広さで長江がその我が物顔で撮ってた、ような気がしますね。はい、向こう岸見えないとかじゃないですね。多分南京の場合は多分どっかひょっとしたら向こう側見えないところ、あるのかもしれないですけども、そんな感じですね。それで全部悪影響を受けますよ。その途中にね、何ですか、高速鉄道とかね、そういったものも通ってますし、長江流域で、中国全体のなんか水の量の水量の、38% で、耕作面積の 25% で、綿花の 30%、それとね、淡水魚ね、川魚ね、中国人でね、ほとんどね、川魚なんですよね。ちょっと日本、これもね、日本人よく分かんないと思うんですけどね、全部川魚なんで、基本的には煮て食いますね。そのまま食ったら、ちょっとやられることがあるんで。で、それでですね、その流域で大体 3.5 億人ぐらい、を養っているので、もうその、経済的影響力は計り知れないという話で、 3.5 億人ですよ。もう確実にね、これ皆さんね、ほら、日本にも悪影響を受けるんですよ。もうこれだけの人口がね、悪影響を受けたらもう経済ガタガタになって、日本に爆買い来なくなるんで、日本にももちろん影響あるんですよ。 3% とはいえね。だからそういうところを忘れないで。これほら、アンチ中華の人ってね、なんか喜んでたりするんですよね、これ見てね。で、これ見て喜んでたりするんですけども、実際ほら、自分にも悪影響来るね。隣の国がね、安定してて、経済発展してるってね、すごくいい状況なんですよ。もうそれは忘れてはいけない。そのアメリカとバトルしててね、何らかの形で中国がもう制限食らってやられて、やったやったって思ってる人いるんですけども、ホアウェイが儲からないっていうこと、ホアウェイね、日本語で言うとファーウェイね、ホアウェイが儲からないっていうと、儲からない状態っていうのは、その日本のその部品の業者とかもね、儲からない状況になってくるんで、日本も悪影響を受けてるはずなんですよね。だからそういうところを皆さんは忘れないでいただきたいと思います。それでこの、三峡ダムなんですけどもね、これコンクリートなんですよね、要は。コンクリートってね、僕の知ってる範囲なんかほら、僕の知り合いとかね、建築業者とか、それなりに聞いたら どうなのっていう、聞くじゃないですか。コンクリートの寿命って実際なんかよくわかんないらしいんですよね。例えばね、ダムよくわかんないですよね、さらにね。普通のビルとかでも、その状態自体で、その扱いとかね、気候とかね、その暑いとか寒いとか、あと湿気ってるとかね、あと何ですか、その最初に施工した時の状態で、全然変わってくるんで、しかもほら、外側からその建物を見て、計測はまず不可能だという、話、不可能ではないんですけども、ほぼほぼできない、難しいっていう話、もちろんなんか針でもぶっ込んで、そのコンクリートの中の砂抜き取って、それを計測したら、大体どうなるよっていうのは分かるのかもしれないんですけども、結局分かんないですよ。どのぐらいの圧力をどのぐらいの時間かけ続けたらどのぐらい歪むとかね、倒壊するとかね、はたまたひび割れてどうなるとかね、分かんないんですけども、多分そのこの三峡ダムもね、これ誰にもいつどの瞬間に何月何日決壊するかっていうのは、分からない話だと思うんで、しかもどういうふうに決壊するか、どこから割れていくかって分かんないんですよね。なんでかっていうと、その手抜き工事したとして、要は、簡単に考えると、そのだから一番手抜き工事されたところから割れてくるじゃないですか。だから誰がどの部分をその手抜き工事どういうふうにやったかっていうのが、分からないはずなんで、ちょっと今のところそのほら
いつ起こるとは言えないんですよ。ただもう最近ほら中国今ガー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 あの洪水来てるんでね、あのだいたい中国の歴史ってね、あの洪水とのバトルなんでね、あの昔の歴史とか紐解くとね、あの洪水どうにかしたやつが偉いみたいな、本当ですよ、あの洪水どうにかしたやつが王様みたいな昔の歴史、そうなってるんですよね。だからまあなんですけども、まあ誰がどこで手抜き工事したかわからないので、あのいつどこで決壊するかその瞬間は分かんないんですよね。でもいつかあのその日が来るだろうということで、あのそれに伴って皆さん準備しといてくださいねみたいな、話になってるんですけども、それに対してね結構ね、あの中国共産党のその何宣伝部みたいなところはあの否定もしないんですよね。否定もで否定しないで、なんか、まあ、一部の中国国内の情報によると、もう準備してあるんだと、あの決壊した時の準備ね、決壊した時の準備1、海外のせいにする海外がね、あのテロを起こしてここに爆弾仕掛けたから決壊したんだっていう、まあね、あのセキュリティも甘いし、あの施工も甘い三峡ダムですから、あの海外に、ね、テロを起こされたらね、あの簡単にやられちゃうんですよね。あ、ちなみに、ね、あの北京 の, あのコロナもなんかテロだっていう噂ありますね。あ、怖いですね。あの外国からね、わざわざね、あの多分試験科かなんかにね、コロナウイルス持ってきてね、あの撒いたんでしょうねまあまあっていう風に、あの中国の、ね、ネットユーザーね、あのゴモートっていうんですけど、とかがね、あの流してますね。でそれでまあこの、まあ、三峡ダムの場合はテロか、あともう一つ、あの天変地も何万年に一回の洪水が起こったので予測不可能だったっていう、そういうふうに言うんでしょうね。まあなんかこれ三峡ダム作ってる時は多分1万年でも耐え抜くとかのそういう、噂だったんですけども、なんかどうやらなんかそういうふうにはなりそうにないですね。はい、それでは皆さんリンチでした。今日の話はね、三峡ダム崩壊説でした。再见。